あと20日。羽生、失礼します。あ、リカちゃま、起きていたんですね。具合はどうですか？あ、少しは顔色も良くなりましたね。み、まだ頭と体がだるいのです。夏バテにしては時期外れですね。リカちゃまのお昼ここに置いておきますから、リンゴとか果物のサラダとか消化のいいもので揃えてきましたよ。ありがとうなのです、ニパー。熱はないみたいですね。今日も夕食はそちらへお邪魔しようと思ってますけど、大丈夫ですか？僕のことは気にしないでくださいなのです。来てくれないと聡子の個性的なご飯になってしまうので、ちょっとだけ大変なのです。それ聡子に言ったらきっと怒りますよ。もちろん内緒なのです。もし言ったらお社様のたたりが C にやってくるのですよ。おお、怖い怖い。巫女のリカちゃまの言葉だと冗談に聞こえませんからね。それじゃあ私は帰りますね。リカちゃまはどうします？もし早退するなら車呼んでますので一緒にどうですか？み、少し寝たら気分も良くなったのです。ご飯を食べたら頑張ってお昼の授業は出てみます。そうですか。あんまり無理しちゃダメですよ。それじゃ。あ、C。はい。C はいつから聡子と仲良しなのですか？はい。
不思議なくらいの仲良しさんなのです。その先の家と北条の家が険悪な関係だということはシーもわかっているはずなのです。それを言ったらお姉だってそうじゃないですか。み、そんなに変ですかね。私と里子が仲良くしてたら。あれ、ひょっとしてリカちゃま嫉妬してます？私に取られたと思って。みー、里子は僕の可愛い遊び相手なのです。 C にも渡さないのですよ。みぱーん。里子をめぐって三角関係成立ですか。なんか私たちのバッグに百合の花が見えますよ。それに任されてますから、私、里子のこと。サトシからですか？まあ確かに、サトシ君の一件があった直後はいろいろ複雑でしたよ。ひょっとしたらサトシ君がいなくなった原因の一つはサトコなんじゃないだろうかって。今なら笑っちゃうくらいの逆恨みをした時期も間違いなくありました。大丈夫よ。なら、だから、導いてあげて。お守って、はず。C？ え？ああ、ごめんなさい。で、サトコとちょっと前に野球の試合が終わった後、ケイちゃんがきっかけで話をしたんです。で、ちょっと意地悪な気持ちで質問してみました。サトシ君が帰ってきたら、真っ先に何をしてあげますって。その時にあの子、なんて答えたと思います？そう。ごめんなさい。あの子、真剣な顔でそう言ったんです。自分が甘え続けたせいで、サトシ君は出ていくことになってしまった。だからまず謝って、それから強くなった自分を見せるんだって。あの子、自分の罪をちゃんと理解していたんですね。サト子は、強い子になろうとしています。それがあの子なりの約束で、罪滅ぼしなんだって。
サトシ君が帰ってきた時にもう困らせたりしないように信じてるんですよ。それを守っていればいつかきっと帰ってきてくれるってね。シー、サトコと私立場は同じなんです。だから私も約束を守ってあの子の面倒を見続けようってそう思えるようになりました。信じるのは難しいけど信じなきゃ始まらないって誰かが言っていた気がします。信頼に応えなきゃ奇跡を信じる資格なんてありませんからね。資格ですか。なんて柄じゃないですね。お姉じゃあるまいし。まあ最近はサトコの反応とか仕草が小動物チックでいじめがいがあるというか、なんか可愛くなってきちゃってるんですけどね。でへっ、きっと実現すると思うのです。僕はシーとサトコの願いが本当になることを祈っていますのです。それはお社様の巫女としてですか。お社様は関係ないのです。でももし必要なら僕からお社様にお願いしてあげるのですよ。それはどうも。でも神頼みじゃなく自分でも頑張るつもりですから。じゃ、さてと、今日は快速にのっとり部員の諸君に是非を問いたい。我が部活も今や雛見沢はおろか沖ノ宮においてもその有名を轟かせることとなった。有名って悪名の間違いじゃないのか。圭一君、そこでだ。今後我が部の活動範囲も広がり、そしてそれに伴い多種多様な敵と戦うにあたって戦力増強を行う必要がある。そのためには。無視かよ。要は新しく部員を入れようって話なの。こらレナ、一番美味しいセリフを取っていくんじゃない。でも確かに部員が増えるってのは面白いよな。球技でも何でもゲームの面白さが広がって楽しくなるぜ。レナは意義なーし。どんな相手が来ても私の相手になれる人がいるとは考えられませんけどね。僕もサトコも賛成しますですよ。で、それはいいんだが、誰を入れるつもりなんだ？富田くん？それとも岡村くん？あの二人だとしたら、思い切り参加条件を厳しくしてやりたいところですわ。みんなわかんないかな。みんなの目の前にいるじゃん。あ？目の前？
まさか。そう、その通り。我が部活への入部希望者は、このクラス全員だ。お願いします。すごい。私たちの部活ってこんなに皆さんから認知されておりましたのね。この人数ならアメリカンフットボールだってできてしまえるのです。しかしすごい規模だな。ああ、もちろん OK だ。入部を認め。しかーし、我が部活には鉄の掟がある。入部を希望する者は私たちが用意する厳しい入部テストを突破しなければいけないのだ。はあ？みーちゃん？さあ、あんたたちにこの試練を乗り越える勇気と根性はあるか？はい！では、明日新入部員テストを行う。種目は缶蹴りだ。